定刻となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事から瀬戸内国際芸術祭2016春会期開幕後1週間の来場者数についてご報告をいたします。瀬戸内国際芸術祭2016、3月20日に開幕しまして、開式は散歩と高松大型テント広場で行いましたが、イスラエル大使あるいはブラジル大使など、大勢の来賓、国内外からの約500名の招待客に加えまして、一般の方も参加していただいて、800人程度だったと思いますけれども、アーティストの皆さんを中心に香川吹奏楽連盟あるいは讃岐姉妹保存会のパフォーマンスなど大いに盛り上がってスタートを切りました。お手元に資料をお配りしていると思いますけど、開幕1週間の来場者数全10会場で64,194人ということで、前回同時期は53,926人ということから、約 19% の増加となっているようであります。天候にも恵まれ、また開幕までに皆様のご協力によって多くの報道をしていただいたことから、大勢のファンの方々にお越しいただき、幸い大きな混乱もなく順調に滑り出したと思います。今回も小豆島でワンウェンチさんのオリーブの夢、またメギーでは与田洋一郎さんのメギ島名画座、さらに高松港で林春論さんの国境を越えて海など、皆さんに楽しんでいただける作品、非常に素晴らしい作品も充実していると思いますので、芸術祭に来られたことがない方にもぜひこの機会にお越しいただきたいと思っております。そこでしかやはり体験できない、鑑賞することのできない素晴らしいこのアート作品を瀬戸内海あるいはその島またの自然や文化を国内外からのお客様に存分に楽しんでいただきたいと思っているところでございます。私からの報告会場です。続きまして幹事社からのご質問をお願いいたします。はい、幹事社の西日本総の方です。よろしくお願いいたします。幹事社から1点、G7 サミットについてであります。G7 の情報通信大臣会合の開催まで1ヶ月となりました。ベルギーの事案などテロに対する懸念が広がりつつありますけれども、体制強化をはじめ不測の事態への備えについて改めて知事のお考えをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい、これはまず県警察におきまして、ベルギーブリュッセルでの事案発生を受け、県内における公共交通機関等に対する警備警戒を強化しております。またこの G7 大臣会合を開催に関して、テロなどの違法行為の未然防止に向けて県民の皆様のご協力を得ながら、さらに官民一体型の諸対策を進め、警備に万全を期していきたいと、このように県警で対処していると聞いております。消防の方では、消防庁からの消防警戒体制の確立に関する通知を受けまして、開催地管轄の高松市消防局に対応の徹底をいただくよう県としても助言するとともに、準備についての情報も共有するなど密接に連携することとしております。県においては開催時、消防防災ヘリコプターオリーブ2を常に出動できる体制にしておきたいと思っております。さらに危険物等に関しては、会場沿道周辺に所在する高圧ガスを取り扱う事業所に対して、早期に立ち入り検査を行い、警備体制連絡体制なども確認することとしております。いずれにしましても、私としてはいろいろな事態を想定して、高松市警察消防などの関係機関との連携をさらに深めて、万全の対応が図られるよう危機管理体制の整備に努めてまいりたいと考えております。ありがとうございました。すいません、芸術祭の関連で言っていいですか。はい、開幕から1週間で64,194人で、前回比で 19% 増というお話をいただきましたが、改めてこの数字といいますか、その 19% アップについてのご感想をお願いします。
そうですね、多くの方に来ていただいたことは本当にありがたく嬉しく思っておりますけれども、まあ、入場者数についてですね、これを何割増とかそういうことを目指しているわけではありません。やはり、来られた方が、2回目3回目の人も含めてですね、さらにまたもう一度来てみたいと、そういう質の充実といいますか、やはり、この芸術祭の開催を通じてですね、春夏秋12の島々の元気を取り戻していきたいと、そういったものが実現していくと、これがまあ最も大事であって、そこで、まあ、多くの方々が来ていただくことによって、まあ、いわゆる化学反応的なものも含めてですね、その元気がますますこの盛り上がっていくと、そういうことになればいいなと思っています。幹事長から以上です。ありがとうございました。関連その他のご質問がございましたらお願いいたします。芸術祭の関連でご質問させていただきます。 NHK の中川と申します。前回の芸術祭では香川県のが行った調査で県内 の、 7割の人が芸術祭を訪れなかったと回答するなど、県内の人の関心の低さが課題の一つとなっていたと思います。今回まあ開幕からまだ1週間なので、その分析とかは難しいとは思うんですが、そのあたりの変化は見られましたでしょうか。そうですね、 そこまでまあ変化というか、まあ、前回のアンケートの評価もですね、7割の人が行ってないとこういうふうに捉えるのか、それとも、まあ、全体としての入場者参加者は当然ではありますけれども、県外よりも県内の方の方がまあ、多かったわけでありまして、まあ、結局その数を多いと見るか見ないかみたいな話になりかねないんですけれども、やはりそういうことではなくてですね、関心を深めてもらってまた一緒に参加してほしいと、まあ今回はそういう意味で会場数あるいは会期ともに変わっておりませんけれども、理解というものは深まってきている、関心も深まってきているんじゃないかと思っています。はい、他に質問ございませんでしょうか。瀬戸内海放送です。手島参拝所有事業についてお尋ねします。公開調停で定めた処理の終了の期限まで、まあ、あと残り1年となりましたが、残り 10% 汚染土壌参拝残っておると思うんですが、昨日の管理委員会でもそのどのようにそれを所有をアップをするかとか、どのように把握するかとか、そういう話し合いもありましたが、知事としてこの残りの1年をですね、まあ、どのように補償事業に向かっていきたい、取り扱っていきたいかという部分と、特にこれは気をつけなければいけない、この点は注意してこの所有事業に与えたいと思っていることがありましたらお願いします。はい、まあ、今お話になったとおり、2月末の時点で 89.5% の処理進捗ということで、あり現在のところ順調に進んでいると思います。まあ、今後も進行管理を正確に行っていくために、4月にレーザー測量を行うほか、直下土壌の汚染の調査期間を確保するために今年秋頃までには廃棄物等の掘削を終えたいと思っています。まあ、この手島廃棄物等の処理につきましては、引き続き直島町また手島住民の方々、県議会をはじめ県民の皆様の格別のご理解ご協力をいただいて、最後までやはり安全と環境保全、これを第一に調停上の処理期限を遵守するよう取り組んでまいりたいと思っております。はい、他に質問ございませんでしょうか。すみません、もう一つお願いします。昨日は高松の2回戦勝ち進みまして、26年ぶりのベスト8進出を決めました。また大相撲では琴勇輝が初めて殊勲賞に選ばれるなど、県内のスポーツ盛り上がってきていると思います。そのことに対して、まあ、今後に期待することなどを含めて知事のご所感を伺えたらと思います。はい、本当にいいスポーツを通じて盛り上がるといいますか、高松商業についてはですね、
私も1回戦応援に来ましたけども、まあ、小豆島高校が非常に残念だったんですけど、まあ、その分も含めてですね、高潮が頑張ってくれてる次の試合も本当に飽きるこの見事な勝ちっぷり、まあ、1回戦は諦めずにですね非常に粘り強くやってもらったということで大変嬉しくまた元気をいただいたような気がします。今日もぜひ頑張ってほしいと思っております。あの米バックキャプテンが報告に来た時にですね、出場報告来た時に、まあ、一戦一戦勝ち上がっていってほしいと、まあ、その力は十分あると激励したんですけど、まあ、その期待に応えてくれているということ大変嬉しく思っております。あの琴勢関も本当に素晴らしい成績でですね、もう本当に、若見杉関、まあ、大豪関以来ということで、素晴らしい成績だったと思います。これからもですね、あのやはりああいうあの相撲のタイプですと怪我が心配ですけども、そこに十分注意してですね、さらに琴勢関も上を目指していっていただきたい。まあ、他にもあのバドミントンの桃田選手ですねが活躍しておりますし、いろんな競技卓球等も含めてですね、スポーツで香川県頑張ってる、また蒲田周りもですね上位におりますし、ガイナーズももういよいよ開幕ですので、そういったスポーツが盛んだということ、まあ、子どもたちもですねそういう素晴らしいお手本を見て、後に続いていくといいますか、元気でこの香川県のスポーツ界をさらに子どもたちが支えていって、もっともっと活躍してほしいという、そのように思っております。他にご質問ございませんでしょうか。山陽新聞の薄木です。よろしくお願いします。瀬戸内国際芸術祭の春会期の関連で、あの相乗効果について伺えればと思います。あの春会期に合わせまして、まあ、県立ミュージアムでピカソ展、それから三味島の東山会議の美術館で、まあ、日本画の堂本印象展が開催されているところです。また高松市でも、まあ、これは市になりますが、市の美術館がリニューアルされてコレクション展が開かれているところですが、いわゆるその香川県が打ち出しているあの、まあ、アート圏、この知名度と、まあ、ブランドの向上に向けて期待がかかるところだと思いますが、あのこうしたいわゆる相乗効果への期待ですね、知事さんとして、まあ、どのようにあの期待を持っているところか、ところであるのか、その点をお聞かせいただければと思います。はい、まあ、まさにこの足を運んでもらってですね、まあ、その、まあ、芸術祭なら芸術祭を目指してきてくれて、そこにまたさらにですね、まあ、あの今高松市の美術館とか県のミュージアム、あるいは東山会議美術館とか、他にもいろんなあの展示催しもなされていますし、もともとからある伊佐山之口邸美術館とか、またあるいはこの県庁東館とかですね、そういったものが非常に、まあ、こうそういうアートシーンにあふれているということを、まあ、やはり芸術祭をきっかけとして来ていただく、それが触媒となるといいますか、まさに相乗的な効果をもたらしてくれる、そういうことを私たちも大いに期待しています。あのその一環で今準備中ですけども、香川漆芸のですね、まあ、展覧会もこの機会に合わせてですね、香川の漆芸の素晴らしさをなかなか全国的にはまだまだ伝わってないものをですね、まさに相乗効果でアート圏としてですね、こういう素晴らしい、まあ、人間国宝が3人もいるわけですから、こういった素晴らしいものもあるということをこの機会にアピールしていきたいと思っています。他に質問ございませんでしょうか。
はい、それでは以上をもちまして知事の定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。